の。婚姻の平等に前進、健常者へと踏み込んだ判断です。同性同士の婚姻を認めないのは憲法違反だとして、全国で一斉に同性カップルたちが国を訴えた裁判。東京地裁は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳に照らして違憲状態にあるという初めての判断を下しました。もう一回正面向きます。私たちの同性間のパートナーの不都合があるということは分かっているよということも出てきましたので、その意味では少し安心したできたかな。納得できない部分もあったんですけど、希望も持てる判決内容であったのかなと思います。判決を見守った人の中には、同性婚の実現を求める集団訴訟で関西の裁判を戦っている2人も。また大阪みたいな判決だなとちょっと一瞬聞きながら思っていたので、なんか最後の最後で本当にいい方向に行ってよかったなっていうふうに思ってます。覚えてる？京都で暮らす坂田真知さんとテレサさんは連れ添って14年、ご近所でもカップルとして公認の2人ですが、関係を法的に証明するものはなく、どちらかが病気になったときパートナーとして手術や入院の手続きができるのかなど不安を抱えています。しかし、2人が原告として臨んだ今年6月の大阪地裁の判決は、不利益があっても他の制度である程度解消されていると憲法違反には当たらないという判断でした。判決をして国が逃げているからこそ、この司法で判決をして立法するような判決になってほしかったと心から思ってましたし、本当にもう本当に残念です。それからおよそ半年。こんにちは。こんにちは。友人から精子の提供を受けて妊娠したテレサさんは、この夏赤ちゃんを出産しました。2人で子供を育てるという長年の夢を叶えて幸せを感じる一方、マチさんは法的に赤ちゃんの親ではありません。私には書くところはないと。で、書けるのはテレサ、母のところの欄にテレサだけで、私は名前は書けないんですかというと、まあ書けませんと、男性ではないから書けない。何をしても一緒の扱いにはならない。三人家族っていうシンプルな、ね、ことなのに、なんでそんなシンプルにできないんだろうなって。子供が生まれてからは手続きのたびに壁にぶつかります。これまで以上に法的に家族として認めてほしいという思いが強くなりました。今日の判決で東京地裁の池原桃子裁判長は、婚姻の自由を保障した憲法24条の1項は同性間の婚姻を含めるとは解釈できないとしつつも、家族としての法的保護を受け社会的交渉を受けることができる利益は、男女の夫婦と変わらない実態を有する生活を送る同性愛者にとっても同様であるということができる。そしてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、人として生きていく上での重大な脅威障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、憲法24条2項について違憲状態であると声を震わせました。その上で、どのような法制度にするべきかは立法府に裁量があり、十分に議論検討がされるべきであるとしました。今の状態は憲法に違反しているということを明言したわけですから、国会では何らかこの点を解消するための、施策を法改正に向けてですね、しなければいけないということと、これはイコールなので、同性カップルが
家族であるというようなくくりも間に入ってきたと思います。でこれからやっぱり立法府の方でどんどん審議をしていただきたいな。今回の判決を受け、立法府として国はどう動くのでしょうか。